はい、皆さんこんにちは、テアトルです。今回ですね、いやーん、ということで今回は竿の角度が上がる腹筋と、そして ED 改善に効くエクササイズ、そして最後にですね、タートルおすすめの竿の血流が上がる、そして最後なおかつ走路防止になるね、おすすめのサプリメントを紹介しようと思います。ということで最後までね、ご視聴ください。でまずはじゃあ行きましょう。竿の角度が上がる腹筋なんですけども、ちょっと上級者向けなので難しい方はね、まだできないと思うので、他の ED 腹筋から始めてもらえたらと思います。まずですね、足を上げてですね、上体少し起こします。そしたら手は頭の後ろですね、この状態でちょっと腰をですね、こうお腹を持ち上げて、ここにね、隙間を作ります。この隙間作った状態で、この隙間を埋める感じで足を上に上げます。クッと、こういう感じです。手を頭に置いて、ここの腰の隙間を作って、その隙間を埋める。おへそをですね、上向いてるおへそを自分の顔に向ける感じで、こういう感じで竿の角度を上げる腹筋を行っていきます。結構これね、難しいので、できるまではね、ちょっと練習する感じでやってください。こういう感じで下腹の腹筋あたりを鍛えていきます。これがしっかりできるとね、竿の角度上がってきますんで、頑張ってみてください。これだいたい30回ぐらいやってください。で今度はですね、よくですね、お尻を上げるヒップリフトというメニューがあるんですけども、このメニューは股関節の上を使うんですけども、これで足を広げた状態でですね、鼠径部を上に向けて、足の側面を下につけて、これでお尻を上げてキープします。これを10秒キープしましょう。この鼠径部を上向けますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次います。できればこの膝がね、しっかり開くように、ここの血流がね、通りやすくなります。鼠径部を上向けてもう一回いきましょう。10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。お疲れでした。今みたいにですね、鼠径部をしっかり上に向けて、鼠径部を使うっていうことをしていくと、基本的にはね、だいたい心臓よりも足の方が下にありますから、鼠径部からね、下に血流が溜まったまま上がってこなくなってしまいます。そうなってくると竿にもね、血流が行きにくくなるんで、鼠径部あたりをね、しっかり鍛えて、そして最後に初めにやった分ですね、竿の角度を上がる、おへそをしっかりね、こういう風に、おへその穴を上に向けたりする練習っていうのはやっていると、実際ね、鼠径部、竿の根元とかもしっかり動いてきますんで、ぜひやってみてもらえたらと思います。でですね、最後にですね、これでーん、これ鎌倉ゴールド100って言うんですけども、これ大体4畳入ってまして、1畳あたりいくらぐらいかな、これ大体ね、これ4畳こんな感じで入ってるんですけども、1畳あたり多分何十円ですね、すごく安いです。そしてもう本当に竿が使えないっていう人じゃなければ、1畳全部使わなくってですね、大体3分の1ぐらいちょっとかじって、それだけでめちゃめちゃ効果があります。やっぱりそれで下半身の血流すごい上がりますし、あとは走路の人とかね、結構長持ちします。でたまにその関係ない時でもちょっとかじったら、酔っ払った感じになって体がポカポカしてですね、結構気持ちいい感じになります。なので血流がなんか悪いなと思った時に、全身のね、血流が悪いなと思った時に飲むだけでも全然悪いもんじゃないと思います。でコスト的にも安いし、まあ、これを実際飲んだからといって毎回これが必要になるかって言ったらそうじゃないので、逆にたまに飲んだぐらいの方が血流がよく回り出すんで、逆に一回飲んでそっから次とかね、数回結構元気な状態も保てますんでね。だから薬に抵抗ある人っていうのは毎回飲まなきゃいけなくなるんかなっていう疑問があると思うんだけど、これに関してはね、本当にちょびっと飲んだだけでそっからもう全く飲まなくて逆に良くなったってパターンもあるし、実際お酒とか飲んでね、やっぱりそういう行為に至ると思うんで、そういった時にやっぱりね、こういうのがあると安心するだけで、使わなくっても
安心するだけでやっぱりね元気になったりするんで、もしよかったらね説明欄にリンク貼ってますんで、よかったら見てみてください。とっても安いです。バイアグラとかはねやっぱり一錠高いんですよ。ほんでサイトによってはこの倍ぐらいする金額が倍ぐらいするねサイトもあったりするんで、まあ、タートル安いとこ見つけまして説明欄に貼ってるんで、もしよかったらね見て常備しておいてもよろしいんじゃないのかなと思いました。ということで今回はね竿の角度を上げる、そして鼠径部の周りを鍛えて血流を上げる、そして最後にこの鎌倉ゴールドのおすすめのお話でした。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらコメントください。